はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばです。これね、たまちゃんの暇つぶしさんからです。まあ、これもちょっととんでもないね、とんでもない記事となっております。はい。えー、何がかというと、今ね、えー、まあ、これね、本当にのんきに考えてる人、まあ、のんきに考えられなくなってますよ。はい、何がかというと、 えー、今の、イス、イスちゃんですね。はい、チェアー,ーちゃんと、えー、ガザガザちゃんでございます。はい。えー、これの、いわゆるね、えー、ふんふんの層ですね。ふんふんの層でね。なんと、日本の巨大企業が、お父ちゃんの危機にさらされているということです。はい。日本の巨大企業でございます。 いわゆる機関企業ですね。まあ、日本の中心を担っている企業ということができると思います。はい。えー、丸いね、ニさんとかね。はい。三、えー、つね、ビシビシってあるところとかね。はい。えー、まあ、巨大な日本の機関企業。ここが今、危うい状況になってますよということです。まあ、その額がすごいですよ。はい。 えー、聞いて驚くなかれ。二十兆円でございます。二十兆円。はい。すごいですよね。この額。二十兆ですよ。えー、本当に、本当にこれ、危ないことになってるんですよ。ガザガザちゃんのね、騒ぎで。 まあね、えー、丸紅なんかがね、えー、丸、ま、丸い紅ベ紅ニベニさんがね、えー、まあ用意してくれるから大丈夫っていうコメントがあったんですけど、とんでもないですよ。はい。そこ、やばくなってます。はい。<laughs> まあ、文句があるんだったらね、えー、こちらの記事を書いた方に、文句言ってくださいね。はい。まあ、そういうことでございます。このね、えー、イスラちゃんと、 ガザンガザンちゃんですね。ガザンガザンちゃんのね、えー、いわゆる喧嘩でございます。はい。この喧嘩によって、日本のね、えー、まあ、巨大企業のね、はい。日本の巨大企業のお父ちゃんが迫っているよということでございます。はい。そんなことあるはずないって、まあ、否定したい気持ちはわかりますけどね。 はい。否定したい気持ちはわかるんですよ。はい。えー、ね、えー、まあ、ね、あれのせいでね、人々があぼんぼーんってしたりとか、読んしたりとかっていうのも、否定したい気持ちはわかるんです。はい。でも否定しても、起きてることは起きてるんですからね。はい。えー、そういうことでございます。でも、うちの近所では起きてないもんっていう方、はい。 他のところでは起きてます。あなたのところにももうすぐですよ。時間差です。ということです。はい。えー、なんで、これね、本当に我々十分気をつけて、これから先準備していかないとまずくなっていってます。ということです。えー、この場合の準備は心の準備も入ります。はい。えー、ブラックアウトですね。はい。 使うとこれが近いいかもよというこことですえこういったね、えー、まあ、巨大な企業ですね。名前が書いてある巨大企業。えー、プラス、この巨大企業が、あね、えーま、万が一お父ちゃんとかになっちゃうと、すごい数の関連企業がお父ちゃんになりますから、あまあ、本当にね、えーえー まずいことになりますよね。すぐ、わかりますよね。これ考えただけでね。えー、だからね、自分は大手に勤めてるから、もう全然安泰とかって言ってられないんですよ。その大手がやばくなってるんです。はい。<laughs> そういうことです。えー、なんでね、本当あのー、気をつけないと。はい。で、準備しておかないといろんなことにね。えー、間違った判断が、これね、 自分が下す判断があ、その人の、まあ、いわゆるね、えー、人生ゲームみたいですね。なんか人生ゲーム。その人の失敗か成功か。つまりね、ライフ・オア・デートを決めるということでございます。なんかほんと人生ゲームですよね。はい。 えなのでね、情報はもう取れる限りいろんなところから取ってね、えー、それを、まあ、正確な判断ですね。はい、判断ミスのないような判断をしていただく。はい、これが決め手になるんじゃないかと思います。はい、まあ、こういった情報も出てきているということはあ考えないといけません。20兆円です。イスラちゃんとガザガザちゃんの影響で20兆円。 兆円があー飛んじゃいまーすってことになるかもしれませんよっていうことですね。はい、えー、まあ本当にここに書かれている企業がポシャったらとんでもないことになりますからね。 えー、ここら辺はわかると思います。はい。とりあえずこちらの記事はね、多分コメント欄とかに貼れると思うんで、コメント欄にね、ちょっとぺったんこーってしておきますんで、見に行ってください。ほんとね、悠長なことも言ってられないと思います。はい。えー、ほんと、一人一人が考えて正しい判断。 これをいたしましょうということです。なのでね、私が日頃からね、頭脳訓練は必要だよって言ってるのはここら辺なんですよ。はい。脳みそは鍛えないといけません。鍛えれば鍛えるほどね、脳みそは良くなっていきます。はい。筋肉と同じです。はい。使いましょう。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでございました。ねえ。ギャワギャワでしょね。